じゃあ今日もね、ちょっと初めて行っとこ、ちょっと分かってないとこ行けんのかな。これ行っちゃっていいのかな、よく分かんないな、まあ、昨日ね、五山川でもう釣れなかった。で、ここね、なんかね、日本一難しいとかすごい言われてるんですよね。まあ、小バスでもいいかなと思うけど、ただね、小バスを釣るようなタックルじゃないんだよな。30センチ台、最低30台は欲しいかな、30センチ。今日はね、ここ愛知県のね、なんかすんごい釣れないよって言われてるとこですね。油ヶ淵っていうとこに来てます。初めてのフィールド、まあ厳密言えばね、ちょっと前に夕方だけ釣りをしたんですけど、まあ一箇所しか見てないんで、ほぼ初めて、どこがどうなってるのか全然わかんない、釣れないっていう情報しか見てない。あとはもう道とかはGoogle マップで拡大して、ここ行けそうだなとかっていうのを見て、だからポイントとかどこがいいですよっていうのも全然わかんない状態なんで、まあちっちゃいワームとかじゃなく、ちょっとね、プラドとかハードルアで釣りたいですよね。やってみよう。とりあえずやっぱスピナーベイト、スピナーベイトでやっていこう。時間が決まっちゃってるんで、ね、あのワームでここ良さそうだなっていうところをじっくり釣るよりか、釣るよりかハードルアとかでね、ポン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 探してった方がいいし、釣れないからワームっていうのも分かるんだけど、あまりにもね、みんながワーム やりすぎちゃってて、ワームに釣れてる。そういうのもあるんで、意外とハードルアの方が釣れちゃったりとか、ね、ワームでじっくりやってたのをラトルがね、あることによって、その音でおーみたいな思ったり、そういうこともある。寝ぐかりだが近いんですよ。で、干潮満潮があって、タイダルレイクなんで干潮満潮があるんですよ。これね、満潮だと思うんですよね。この間は もっと水減ってたんで、結構変わりますね。これ面白いです。すごいね、ここで川の色がね、半分になってるんですよ。だ、奥の川はちょっと水が悪い、多分白カキかなんかじゃないかな。全然わかんないかな。
れたよ、忘れた、やったほら、やったやった、釣れた。歌舞伎 SR やったよ、やったやった、超嬉しい超嬉しい、ちょっとサイズ関係なくて嬉しいね、やりました。ちょっとね、休憩スーパー行ってお弁当買ってきて、ご飯です。午前中お疲れ様です、乾杯って言ってもね、午前中2時間台しかやってないです。10時台にここ着いたんで、あ、いい音、すごいお弁当が売ってて、ジャンボチキンカツ弁当、すごい重い、何グラムなんだろう、結構重いよこれ、あのね、800とかそんなやつだ、ご飯もすごい入ってる、いいね、かさ増ししてるわけじゃないからね、すごいでっか、ほら、うまっ、このボリュームはいいね。こういうとこ、しんないとこだとこういうね、ちょっと行き止まりがあったりして、これはバットですね。途中ね、曲がれるところがあったかなと思うじゃないですか、あるんじゃねえみたいな。このトレマのサイズ曲がれないんですよ。いうとこね、こう入れそうなんだけど、ガードレールがあって曲がれないんだよな、結局。
出た。ほら、アブラックが出たよ。アブラック出た。やったやった。40だね、ちょうど40。やったよ、 SSR。 やっぱ歌舞伎だね。やったぜ。おお、出た、やった。よっしゃ。なんだ、油が縁釣れるね。ねえ、よっしゃ。終わりにしましょう。まあ、昨日ね五山川で、今日が油ヶ淵とね2日間やってたんですけど、まあ、愛知の初バス釣ったかなって、岐阜の初バスはまだって感じですね。油ヶ淵ね、なんかね難しいって言われてるは言われてるけど、やっぱもっと難しいとこはいっぱいあるなっていう感じですね。だってポンと来て、ポンと釣った、まあ、10時くらいからね釣り始めて、多分その釣れない釣れないでワームの釣りになって、どんどん自分たちで釣りを難しくしてんのかなっていう感じはしますけどね。まだね信頼ポイントもあると思うんで、また来たいと思います。油ヶ淵面白かった、いいフィールドですね。じゃあ帰ろう、雨なんで。バイ。